はい、フィフティビー緊急報告、お送りしたいと思います。仙台原発火山審査、桜島の怒りを聞けということです。この今の火山審査の状況ですね、短くお伝えしたいと思います。で、火山審査については、火山影響評価ガイドですね、規制庁規制委員会が作ったガイドに従って審査が進んでいます。で、ガイドの中身は大きく立地評価とそれから影響評価に分かれてまして、で、立地評価では、まあ、火砕流みたいなね、対応不可能な、事象が起きるかどうか、まあ、そういうのが起きるとなればもうその時点で立地不適ということになるわけですけども、それに対して影響評価については火山灰等の評価をすることになっています。で、今問題になっているのはこの、立地評価の部分ですね。これを拡大するとこんな感じで、設計対応不可能な火山事象、これ具体的には火砕流です。で、火砕流が仙台原発の運用期間中に影響を及ぼす可能性が十分に小さいかどうか、で、十分に小さくないとなればもうその時点で立地不適でアウトになります。で、九州電力は当然、影響を及ぼす可能性は小さいというふうに主張しています。ところが規制庁規制委員会の側は、火山の専門家がいない状態で、ほとんど議論もなくこの九州電力の主張をもう閉じてしまおうというふうにしています。で、それはそれはもう大問題なわけですけども、ただこれをもしイエスで通過したとしても、その次の影響評価に行く前に2つ関門が用意されています。で、1つはモニタリングですね、監視活動をしっかりやりなさい。で、もう1つは何か兆候、なんか異常を把握した場合にの対処方針ですね、どういう対処をするのか、まあ、最悪核燃料の避難とかね、火砕流に備えた対応までしなきゃいけないわけですけども、どういう兆候が得られたらどういう対応するのかっていうのを決めておきなさいっていうのがもう一つの条件です。で、今この2つ目のその影響を兆候を把握した場合の対処方針をめぐって規制委員会の中では大きな、議論になっているというような状況です。で、これが現職規制委員会ですね、今、島崎院長代理、ここが火山地震か津波ですね、これについて審査をしている、そのチームでやっているわけですけども、その適合性審査の、会合の場で九州電力が出してきた資料です。で、これによるとですね、実は、まあ、仙台原発の周りにはカルデラといわれる巨大な火山があって、で、通常の噴火とは違ってカルデラそのものがもう、ボーンと爆発するようないわゆる巨大噴火とか破局的噴火って言われるんですね、そういう噴火によって仙台原発にこう火砕流がやってくるような事態っていうのが心配されるわけですけども、九州電力はもう6つですね、6つのカルデラ、これは心配しなきゃいけないということになっていて、で、特に今問題になっているのがアイラカルデラっていって、桜島を含むですね、鹿児島湾の北側全部がもう一つのカルデラなんです。で、一つの巨大な火山で、これが巨大噴火ですね、破局的噴火をした時に火砕流の影響が心配されると。で、このアイラカルデラの巨大噴火は、過去3万年前に起きてまして、で、これによって南九州の縄文人は全滅したと言われてますし、で、火山灰の影響は東京でも15センチぐらい積もるとかね、いうようなそういう甚大な被害が懸念されるということになっています。で、これ、山のその地殻変動の様子ですけども、マグマの供給によってじわじわっと山が大きくなってる。で、だから、アイラカルデラについては、まあ、桜島は最近ね4500メートルの噴煙が上がるということもありましたけども、もう現在活発に活動中でマグマが着実にこう供給されてると、そういう状況にあって、次の大きな噴火が心配されているというような状況です。で、そのマグマの供給の様子をもうちょっと具体的に過去見たのがこの、これは1400年、1500年、1600年、2000年代が出てますけども、だいたいこうやってじわじわじわと山が大きくなってマグマが供給されるわけですね、で、この供給の速度っていうのは今現在の供給速度だいたい同じぐらいです。で、ある程度行くと、その地殻がじわじわっと広がったところがまたキュッと戻ります。で、ここで噴火が起きるわけですね。で、こういう、まあ、小さな噴火を繰り返していると、いうことになります。まあ、小さな噴火といっても、ね、関心も、ね、小さいわけではないんですけども、その巨大噴火に比べると小さい噴火ということになります。で、これじわじわと増えた後ストーンと落ちるんですけども、元に戻るかというと全く元に戻るわけではなくて、この
上がっては下がり上がっては下がりっていうのを繰り返しながら、ベースではやっぱりじわ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 とまた別のそのマグマがこう溜まってて山が大きくなる動きっていうのをずっと続けてるわけですね。でおそらくこれによって、マグマがものすごい量が溜まったところで巨大噴火が起きるんではないかということが懸念されるわけですね。で実はじゃあこのじわじわ、大きなじわじわがどれぐらいのマグマを溜めてるのか、100なのか1000なのか1万なのか1億なのか10億なのかってそれ全然わからないいうのが、まあ、鹿児島大の井村先生も言ってまして、まあ、そういう意味では巨大噴火の予知なんていうのはそんなのはできませんよ、難しいですよいうのが火山学者の意見だということになっています。でそんな中で、九州電力は、その兆候を把握した場合の対処方針というのを具体的に出してきました。でこれは、5月16日つい最近行われたその柴崎院長代理が主査を務める適合精神さんの中で出てきたわけですね。でこれによると今のマグマ供給、まあ、すでにマグマ供給されてるわけですけど、これを1とみなすとだいたい5を超えるような事態になれば警戒状況、警戒しなきゃいけない、警戒監視体制に入って詳細な観測をする。で、ま、カルデラの活動が認められれば次の、破局的噴火に向かう活動がどうやらありそうだというふうになればもう核燃料の避難等を含めて、巨大噴火の、準備をすると、あるいはマグマの供給量が今の10倍を超えるような状態になれば、やはりその核燃料の避難とかね、そういう破局的噴火に備えた、準備をするんだというようなことになっています。で実はこの判断基準については、その前ですね4月23日の適合性審査のところで、島崎委員長代理が、まあ、最初、10倍でようやくこのね、最初の詳細な監視体制に移るみたいな、そういうものを九州電力が出してきたんですけども、まあ、それでは甘いと、もっと厳しくしなさいということで、こういう計画を出し直したんですね。でただその時に島崎委員長代理はもう一つ言ってまして、要するにこの判断基準に対して、その規制庁規制委員会の側もどう判断したらいいのかっていうのは当然あるわけですので、専門家火山学者を集めての検討をしかるべき時期にやりましょうということを4月23日の時には言ったんです。でところがその2日後の4月25日に、普段は記者会見をしない片山審議官が記者会見をして、何つったかというと、島崎委員の言ってることはあれは中長期的な課題だと、ね、だから、再稼働後でもいいんですと、で規制側が要求してるのはモニタリングですって言ったわけですね。でこれは明らかに審査影響、ね、審査火山の影響評価ガイドに反する行為で、火山影響評価ガイドはどこをどう読んでもモニタリングと兆候把握時の対処方針の確立、この2つを要求してるんです。モニタリングだけを要求してるわけではないんです。だから規制庁の態度は、自分たちが作った火山審査ガイドそのものにも違反してるというところで、これは問題です。だから火山専門家集めた会合というのは審査の過程で当然審査の結論が出る前にやらないと意味がないと言いたいことはぜひこれが一つ言いたいことです。それからもう一つもっと根本的な問題として、そもそもこの兆候の把握ができるのか、ね、でこの九州電力がこういう判断基準ですね、監視体制の移行の判断基準を出しましたけども、これは何が根拠にしてこんなことを出してるのかね、その根拠は確かなのかどうかというのはもう一つ大きな問題がありまして、というのは火山学者の皆さんはそもそも巨大噴火については兆候の把握ができないんじゃないかという問題提起をされています。でこれは例えば火山学会が4月29日から学会を開いて横浜で開いたんですけども、そこでわざわざ原発対応委員会っていうのを設置して、その仙台原発を意識してね、原発の問題議論してるわけです。でそこでも要するに規制庁規制委員会がね、把握が兆候の把握が事前にできることを前提に具体的な対応策について議論してるけども、それは議論の仕方誤ってますと、でそもそも把握ができないんじゃないかっていう問題提起が噴出したというふうに報じられています。それから新聞紙上でも、例えば火山予知連、火山噴火予知連の会長の藤井さんって方は、
我々はまだ巨大噴火の経験がないと、だからどんな前兆がどう起こるのかわからないんですっていうふうに言ってますし、それから東大地震研の、中田節也教授ですね、この方は、火山影響評価ガイドを規制庁規制委員会が作るときに、で実はこれ更田さんが主査で、やってるところで作って、なぜ更田チームで作ったのかわからないんですけども、そこで唯一ヒアリングで呼ばれた専門家です。でその人も今仙台原発の問題については、そもそもあそこは立地してよかったのかどうか疑問だと、で少しでもね、あの安全上の問題で引っかかるところがあるんであれば、審査を止めるべきだというような主張を新聞紙上でされています。でそんな中でじゃあこのね、九州電力が出してきたこの、判断基準の根拠は何かということになるわけですけども、それが次のこの資料です。で実は根拠になっているのはドリットルさんっていう方の論文ですね。でこの方は何を言ったかというと、マグマだまりにおいて破局的噴火かっこミノワ噴火の直前に100年程度の時間スケールでマグマが急激に充填されるとしており、マグマの供給率は休止期間に比べると急激に上昇して、ね、だから今の、これが今のね、あのアイラカルデラの供給量の5倍ぐらいになりますね、いうようなことを言ってます。じゃあこの、ミノワ噴火っていうのは何かね、どこの地名だろうとかね、あのミノワさんっていう誰か人の名前かなとか思いっきり、これは日本語じゃない、ね、日本語じゃなくて、イタリアのサントリーニ島っていう島の火山です。でサントリーニ島っていうのは島そのものがカルデラなんです。だから島が、こうドーナツ状していて、でところどころ欠けていて海とつながってるんですけど、真ん中にあの真ん中に、まあ、中之島みたいな島がボンとあって、で、エーゲ海に浮かぶもうリゾート地です。もうすっごく風光明媚でめちゃめちゃいいところでということなんですけども、でそこの、ミノワ噴火って有名な噴火があって、そこで出てきた火砕流の痕跡の岩石を調べたところ、そのマグマだまりね、残り 15% から 40% ちょっと幅がありますけども、そこが大体100年ぐらいかけて急激にキューッと供給されたと。だからじわじわじわっと最後まで行くんじゃなくて、最後の100年はキューッとあの、供給されます。そのキューッというね供給が大体今のアイラカルデラ の, あの供給状況の5倍ぐらいだ。でこ の, あの一つの論文、この、結論だけを引っ張ってきて、でアイラカルデラに適応してるっていうのがあの九州電力のやり方です。でそれによって5倍になって、5倍になれば、ね、その9が始まってるかもしれない。それでもまだ100年ぐらい余裕があるから、核燃料の避難間に合いますよと言ってるわけですね。でところがこれは前提としてですね、前提としてそのミノワ噴火、サントリーニ島の1回きりの噴火です。でこの事例がアイラカルデラ、ね、桜島を含む日本のアイラカルデラの次の噴火にがそのミノワ噴火と同じ噴火になりますよっていうのが前提になってるんですね。じゃあミノワ噴火と同じ噴火が次のアイラカルデラで起きますよっていう根拠は何か、それを聞いたら誰も答えられないと思います。誰も反論できないと思います。だって例えば地震で言ってもね、地震動のあの評価式を作るためにはもう何百という、ね、世界中の地震動の記録を集めてきて、それで経験式を作るわけですよね。それでも外れたりするわけです。ところが火山についてたった1例ですね、たった1例、しかもあの日本から遠く離れたイタリアの1回きりの事例を持って、次もこれと同じですっていうのはちょっとやっぱりあまりにも無理があるって、ね、いうふうに思います。でこの件については、実は3月19日の適合性審査のところで、島崎院長代理が問題してるんですね。で島崎院長代理は何て言ったかというと、九州電力さんは言われてますけど、これは、イタリアの事例ですね。で九州電力がもう一つ
その時は別の論文も挙げていて、アメリカの事例もあったわけですけれども、まあ、それにしてもアメリカとイタリアの2つの事例で日本の事例ではありませんねということを問題にしたんですね。でそれに対して、でそれでもし日本で、その急速にキュッと上がるんではなくて、こうじわじわじわっとしか上がらないよっていう事例が見つかったら、その時点で、仙台原発は立地不適になりますよと言ったわけですよね。でそれに対して九州電力は何つったかというと、まあ問題になっているカルデラについて調査の準備中です。だから日本の九州の事例について調査をこれからやろうかなみたいなですね、いうことを言ったわけです。で実はこの調査については、ところがね、今2ヶ月以上そのやり、準備中ですって言ってから2ヶ月以上経ってますけども、音沙汰なしね、音沙汰なし状態で。で実は、先日の5月16日の会合の時はですね、まあ、思わずちょっと会場から、日本の事例の調査どうなったんですかって優しく、まあ、声をかけたんですね。そしたら、まあ、その時は直接は答えなかったですけども、別のやり取りの中で、岩石学的調査、まあ、その時は地質的調査って言い方をしてますけども、これについてもやるつもりで検討してますというふうに言ってました。ただとてもね、再稼働を目指して再稼働のためにというつもりではなくて、もう再稼働の後のんびりやりますよ的な空気ですし、それにね、これ、私が九州電力だったら調査なんかしません。だってイタリアのミノワ噴火っていう一例を取ったものと同じ結果が要求されるわけです、ね、九州の、まあ、九州には火砕流、仙台原発の周辺にはあちこちからの火砕流の痕跡がいっぱいあって、で鹿児島大の飯村先生も、いやそれはたくさん材料あるんだから調べればいいじゃないか、調査すればいいじゃないかって、イタリアと同じ例になるかどうか確認すればいいじゃないかっていうふうに言ってますけども、九州電力に身になればね、おそらくイタリアとは違う結果が出るだろうということは容易に予測がついて、これはもう素人判断でも多分いろんな結果がね、火山には個性があると、霧島とそれから桜島でも全然違う噴火の仕方をしているということですので、当然違う結果の方がより期待できるわけですよね。でもし違う結果が出たら仙台原発を廃炉しなきゃいけない、そんな調査を九州電力が積極的にやるとはとても思えないですよね。だから規制庁規制委員会は、ちゃんと九州電力に対して、この箕輪噴火の例が本当にアイラカルダに適用できるのか、その根拠を示しなさいってきちんと問いかけなきゃいけないわけです。でもそれを全然やらないわけですよね。でしかも、それについて専門家を集めてその問題について議論するという場を設けるつもりはどうやらなさそうだと、いうことになってますので、その辺も非常に問題だと思います。その辺島崎院長代理はもう100も承知でだんまりを決め込んでるんだと思いますけども、今後のままでいくとね、その同じ、なんでその箕輪の事例が次のアイラカルダに当てはまるって、その根拠は何ですか、審査を通してしまえば今度は規制庁規制委員会の側、島崎院長代理にその疑問が降りかかってくるということになりますし、結局はその責任だけを負わされて、で9月にはもう交代ですので、はいさようならと、いうことになってしまい、かねない、状況だと思います。ぜひ島崎院長代理にはしっかりと、問題点を指摘して、で、規制庁規制委員会の手に負えないんであれば、ね、それこそ有識者会合を開いて、で規制庁規制委員会が科学的技術的に判断する機関だというのであれば、ちゃんと学者を集めて科学的技術的に公の場で正々堂々と議論させればいいと、いうふうに思います。でもし兆候の把握ができない可能性があるというふうになればね、これは判断としてはもう地震と同じようにするしかないと思います。で地震の場合には兆候の把握ができないことを前提に、活断層の活動性が認められて、なおかつその活断層の、動いた場合に、まあ、原発の重要施設に非常に、直接大きな影響を与えるとなれば、もうその時点で立地不適にしています。で敦賀原発については具体的にね、有識者会合を開いて、直下の活断層の認定がされて、まあ、今異議申し立てが出てますけども、それが認められ本当に確定すればもう原発廃炉にするしかないという事態まで行ってます。でところが火山についてはどうかっていうとですね、
アイラカルデラについては3万年前に破局的噴火、巨大噴火をしたってことは確認されています。でその時の火砕流が原発の敷地まで到達することまで確認されている、ね、でその上で兆候の把握が不可能な可能性があるとなればもう、その3つをもって、立地不適と、もう廃炉にするしかないという結論しか出ないと思います。でそれはあの規制庁規制委員会が、ためらうんであればちゃんと有識者会合を経て、で、その結論が出れば粛々とあの立地不適の、 あの結論を出せばいいだけの話で、ぜひそのようにしっかりと曖昧な形で、審査を終わらすのではなくて、最後まできちんとあの審査をしていただきたいと、切に願っています。でこの件について、実は、福島みずほ議員から、政府に対して質問収集書が出されて答弁書が返ってきました。である意味ちょっとやや正直な答弁が返ってきまして、巨大噴火についてはその前兆を捉えた例を承知していない。まずこれですね、あのだから経験がないわけです。で一般論としては噴火の規模によっては地下からのマグマの供給量が大きく増加すると考えられるところ、地殻変動等の監視を行うことにより噴火の前兆を捉えることが可能な場合もあると考えられる。一般論じゃなくてこの地下のマグマの供給量が直前に増加するっていうのはもうミノワ噴火のあの論文しか拠り所がないんです。でその状態で、まあ、だからそういう意味ではこれをいきなり全部の火山に当てはめるっていうのはあまりにも無理があると、あまりにも無理があると思う。これは素人目にもそうですし、実際に火山学者の方もあのそう言ってます。で最後ですね、噴火の兆候を捉えることが可能な場合もあると考えられるから、これは可能な場合もあるってことは不可能な場合もあるっていうことですね。である意味この政府答弁書は、巨大噴火の兆候が捉えられない可能性を認めているとあのいうふうに見ることもできるわけで、まあその場合にはやっぱり先ほど言ったあの地震と同じような対応をしなきゃいけない、その場合にはやっぱり立地不適とあのいう結論を出さらずは得ないというのがあの現実だと思います。まあそんな形状況ですので、ぜひ今のまま審査を終わらすことのないように私たちとしても、声を届けていきたいと思います。で今火山リスクについて、火山リスク無視の原発再稼働を許しませんということで緊急の署名が、取り組まれています。原子力規制を監視する市民の会の、ウェブページから、直接ウェブ署名もできますので、ぜひ、これ、18日が一時締め切りになってますけども22日の木曜日には鹿児島県庁にも届けするとでいうことになってますので、ぜひあの、まあ、二次締め切りが6月1日になってますけどぜひ、していただきたいということと、あとは、まあ、今日の話を聞いていただいてその中身をぜひ、規制庁規制委員会に直接あの届けていただきたいと思います。規制庁規制委員会のホームページからあのウェブのホームで、意見を届ける場所もありますし、それから直接お手紙とかねファックスとか、そんなものでもいいと思いますので、ぜひ、まあ、具体的に問題点を指摘しながら今のままで火山審査を終わることはできないだろうと、少なくとも有識者会合をあの審査の結論を出す前にきちんと開いて専門家の意見を聞くようにといった、そういった意見をぜひ寄せていただければというふうに思いますので皆さんよろしくお願いいたします。ということで、FFTV の緊急報告ということで、桜島も怒ってるぞ、桜島はサントリン島じゃねえぞということで、お届けしました。ありがとうございました。